皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、まあ新しい試みということで、まあコメント欄なので、ね、この企画もやってほしいなどもあったんで、今回実現しました。サンフレッチェ広島編のですね、宮崎キャンプ情報まとめというところについてね、紹介できればいいのかなと思います。まあちょっと初の試みということで、ちょっと試行錯誤しながら今後もね、好評だったらやっていきたいと思いますということで、今回ね、サンフレッチェ広島編について、この宮崎キャンプのまとめをやっていきたいと思います。サンフレッチェ広島はですね、1月の24日から31日までの、8日間ですか、宮崎キャンプを行うということが決まってまして、まあ今その最中ということでですね、5日目までというところのね、情報を、まあ、まとめましたんで、そちら紹介していきます。最後までご覧くれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということですね、サンフレッチェ広島の宮崎キャンプのまとめというところで、まあ、1日ずつ大まかな、スケジュールというところね、記事だったりというところでまとめましたので、そちらね、紹介していきます。1月24日から31日に、サンフレッチェ広島宮崎キャンプが行われている最中ですね、今。ということで、紹介していきたいと思うんですけど、その前のところで1月19日に、サンフレッチェ広島トップチームの選手ということでね、1人新型コロナの陽性が出てしまったというところで、キャンプはどうなるのかというところでしたけど、まあ無事ね、行われるということが決まりました。まあそこでもう一つ、ちょっと事件的な、まあちょっと怖かったニュースというところで、24日からのキャンプの前の22日の夜にですね、またしても、サンフレッチェ広島のトップチームの選手からですね、体調不良者が出たため、キャンプ前日の、23日のですね、全体練習というところは急遽中止になりました。まあそこで検査、その方のですね、検査をしたところ結果的陰性というところで問題もなく、まあ濃厚接触者などもね、ないということで、まあ予定通り24日から、宮崎キャンプのキャンプインというところが決まりました。まあその意気込みというところでジョーク監督の方からですね、今季は例年とは違い単発の走り込みだけではなく、ボールを使った形でコンディションを上げていき、戦術を確認しながらね、まあ4年目のジョーク体制のキャンプに挑むというところも言っていましたんで、まあ例年とは違う、キャンプの形になるのは、想像できましたというところでですね、1日目の、紹介というか、まあ、キャンプインした初日ですね、を紹介していくと、午後の練習だけということで、約1時間半程度、まあ、ボールを使った練習というところで、1日目を終えたという形であってね、まあ、みんな、サンフレッチェ広島の選手がね、元気に、まあ、動画などを見る限り元気で、良かったなというところでもありますし、シーズン終盤で、帰国がね、早めに帰国してしまったハイネル選手というところでね、姿も見えましたんで、まあ、ひとまず一安心できたのかなと思います。まあ、そこからですね、その1日目を終えて、2日目ですね、2部練習というところで、2日目から2部練習で、体力を強化していくということが分かりました。2部練習というところで、主なね、体力を強化というところで、午前中はフルコートではないですけど、紅白戦を実施して、フィジカル向上だったり、まあ、守備の戦術確認も行いながら、午前中の練習は終えました。午後の練習はですね、シュートをメインに約1時間程度行ったということで、まあ午前中の結構追い込んだということもありましてね、午後はシュートメインに、まあ1時間程度で練習を終えました。3日目ですね、3日目は天候が雨ということもあってね、異例のフルコート、まあ午前中なんですけど、異例のフルコートでの紅白戦、まあ14分2本というところで、そこはですね、メンバーはスタメンだったりベンチというところではなく、まあフルシャッフル、メンバーはシャッフルして、この14分2本を、終えたという形になっています。3日目はですね、ここも、2部練習の予定だったんですが、まあ、雨ということもあったり、翌日がね、初の対外試合ということもあって、疲労も考慮して、午前中のみの練習ということで、午後は、ゆっくり休んだという形になりましたんで、まあ、そこはね、選手としてもとても嬉しかったのかなと思います。午後休んでですね、4日目は、ロアッソ熊本との初の対外試合ということで、30分3本が行われました。一本目だけのね、メンバーが公表されていて、4バックということで、4-2-3-1という形で、林選手、で、右から野上選手、荒木選手、茶島選手、東選手という4バックになっていて、2ボランチが川辺選手、青山選手で、3シャドウというか、2列目の3枚が、浅野選手、森島選手、柏選手で、で、センターフォワードに永井選手という形でね、一本目は0対0、二本目が、森島選手のフリーキックから佐々木選手のヘディングということで、1対0ということで、まあ、結果的にはね、30分3本通して1対0で勝つことができました。まあ、しかしですね、昨年のシーズン中からもですね、
課題には上がっていた決定機を決め切るところの力ということが、まあこの試合でも見受けられたということで情報が入りましたんで、まあそこはね、今季の課題にもなってくるのかなと思います。試合後のインタビューというところでね、佐々木選手が、昨シーズンの名古屋戦ですか、というところで、骨折もしていたということもあって、まあそこは志願してこの練習試合に出場して決勝点ということで、さすがキャプテンという感じでしたし、まあ結構骨折ということもあってね、重傷だったんだなということが後々知れたんで良かったと思いますけど、まあ結果的にはね、この試合に出れて結果も残せたっていうところで、まあいいシーズンを送れる初めにやんだったと思いますんでね、まあ怪我悪化しないように、これからもね、頑張ってほしいのかなと思いました。4日目のですね、初の対外試合を終えて、5日目に入ります。5日目は午前中は、試合もあったため、4日目のですね、ロアッソ熊本戦もあったため、午前中は軽めの1時間程度の、まあ、リカバリーメニューな、という形でね、終える形になりました。午後はフルコートの紅白戦ということで、約20分程度、守備のプレスのかけ方だったりね、まあ、コンディション上げるっていうのももちろんそうですけど、まあ、戦術確認が主な形でね、このフルコートでの紅白戦が行われました。まあ、2部練習ということも、この日もね、2部練習だったんですけど、青山選手のコメントですと、仕上がりもここ数年で非常に一番いいということも言ってますし、まあ、代表も狙っているってこともね、口にしていますんでね、まあ、今年の青山選手の活躍っていうところも期待できればいいのかなと思いました。いよいよですね、まあ、今日撮影してるんで、今日からなんですけど、6日目からですか、エゼキエル選手、ドグラス選手、ジュニア・サントス選手のね、外国人3人選手が、まあ明日から合流ということもありまして、エゼキエル選手、ドグラス選手はね、まあ例年通りキャンプインということもありますし、ジュニア・サントス選手は注目の今年の補強の目玉の補強でもありましたんでね、まあ非常に選手自身もワクワクするところがあると思います。横浜 FC とのね、昨年の対戦では、まあ強烈なヘディングを決められたりと、まあ非常に痛い思いをした相手ですけど、まあそこがね、今季から仲間になるということもありますんで、まあぜひね、サンフレッチェ広島に加入してね、いい結果を残してもたらしてくれればいいのかなと思いました。まあ全体のこのキャンプを通して一つ、まあちょっと気になったところで言うと、ゴールキーパーの練習参加というところですね。例年のですね、というかまあ今年の、メンバー構成のところで言うと、林選手、大迫選手、増田選手、で、新加入の川波選手というね、4選手なんですけど、それプラスアルファで、まあ練習生の方が1人ね、キーパーで加わってるということもありますんで、まあそちらね、ちょっと気になるところでありますけど、まあこれから、まあその、どんな選手なのかというところもあると思いますし、まあこのキャンプだったりっていうところでね、結果を残せれば、来季以降の加入というところもあると思いますんでね、まあぜひその選手は自分自身もまだ分かってないですけど、期待して、いければいいのかなと思いました。ということですね、まあここから、キャンプ終盤というところで、残り3日か4日ぐらいあると思いますけど、怪我なくね、無事キャンプを終えれるように、個人的にもね、応援していますんで、まあ、ジュニア・サントス選手含め、新外国人選手のフィットというところもね、このキャンプのところでしっかりね、詰めていければ、開幕ダッシュともにね、非常にいい結果を残せると思いますんで、頑張ってほしいのかなと思いました。というところですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、このキャンプというところでね、視聴者の方からやってほしいようなども意見もあって、今回ね、実現したところでもありますんで、まあ、このサムレッジ広島編がね、好評だったら、まあ、他のチームのキャンプ情報というところもやっていきたいと思いますし、サムレッジ広島編に関してはですね、この残りのキャンプの日数というところもやっていければいいのかなと思いますんで、ぜひね、この情報も欲しいようなどもあればコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。ということでですね、怪我なく、このキャンプを乗り越えられるように、個人的にも応援していますんで、頑張ってほしいのかなと思います。というところですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。